2019年12月17日火曜日、もうそろそろお昼になりますね。今日はですね、徳島県の最初の車中泊ポイントからですね、渦潮を見にですね、ちょっと向かったんですけども、出るのがもう8時過ぎでですね、もうこれちょっとギリギリかなと思ったんですけども、まあちょっとね、早めのスペースでは走ってたんですが、途中ですね、ミニパトとか地元の、あの軽トラのですね、スロースペースの、あの車の方がいたりしてですね、でまあそれなりのね、あの走りでですね、あの来たんですけれども、ちょっとね間に合わないやと思ってですね、渦潮がですね17日、9時40分が、満潮ですね。で、干潮が16時20分になってますね。で、このね、9時40分、ちょっとね、僕ね、予定表を組むときに、間に合わないといけないやと思って、一応ね、9時までにね、到着っていうように、最終予定組みしてたんですけども、ちょっと勘違いしててですね、渦満潮がね、9時みたいな。で、9時には、ちょっとね、歩き、駐車スペースからね、やっぱり歩きとかも入れてですね、まあ、それなりの時間もかかるだろうから、これはちょっとね、これ無理だわ、と思って。で、途中ですね、まあ、まあ、勘違い的なね、40分のその勘違い的なところもね、あって、幸いにしたんですけどね、なぜかというとね、このね素晴らしい展望をね見逃さないで済んだ、見逃さないで済みました。ちょっとね、今曇りで雨模様にちょっとなってきたんですけども、この素晴らしい展望をね見逃さないで済みましたよ。時間ね、ギリギリ、しかも勘違いしてたおかげで、ちょっとね映像ですとね、やっぱり実際見るのとちょっと若干ね違うんですけども、少しね目の角度ちょっとね、スマホはね広角ですから、あれこれいかないかな、あ行きますね、このぐらいの、多分このぐらいのね、ズームと言いますか、画角の方がね目線に近いと思うんですけども、このね展望のね素晴らしいね景色をね見逃さないで済みましたよ。本当よかった、間に合わないでよかった本当ね余裕持った時間でですね行ってたら、多分ここね、まあ余裕というかね、まあそれなりのね余裕のある時間だったら、もうここねパスしちゃってたかもしれないです。鳴門スカイライン、これはね、これどっから来たのかな、こっちのね資本連絡道とかねいう方からねこう来たと思うんですけどね、 こっちからずっとねこう大きいので、途中ね展望台とかもねあったんですね。それはちょっと気がつかないで来て、でこの辺りですね、この現在位置、今いるところの手前がすごい急坂なんですよ。急坂で長い上り坂があってですね、でその上り坂の手前あたりでちょっと時間確認したらですね、
あ、これはとか思って上り坂を登ってきたら、このね、シホミ、シホミ展望台、展望駐車場っていう看板が見えたんですよ。このね、シホミ展望駐車場っていうの看板が見えて、駐車スペースが見えの、あ、何か見晴らしがいいのかなみたいな。あ、じゃあね、ここに、もう間に合わないから、ここにね、ちょっと泊まって、朝ごはんも食べてないので、朝ごはんを食べようかなと。でね、泊まってもうね、もう2時間以上います。これがね、傾斜角10度。傾斜角10度、結構急ですよね。でね、長いんですよ、これがね。で、ここのね、上り坂をね、登って来る途中で、ここがね、橋になってるんですね、この上り坂が。橋に。徳田はね、下が、なんていうんでしょう、川になってる感じの橋ではないんですよね。ちょっとなんていうの、谷になってる感じなんですよ。で、登ってくるときに、ね、ちょっとこんなね、谷になってる感じで、川じゃないんですよね。で、坂を登ってくる途中に、ちょっとね、左右見たら、あれ？いいね、なんか景色が、みたいな感じを受けて、ね、先ほどの展望ですね。車通りましたけど、のね、サインが、看板が見えてね、泊まりました。よかったです、本当に。なのでね、鳴門の渦はね、満潮のね、時間帯には間に合いませんでしたけど、まあ干潮のね、大渦の時間帯が、4時、16時20分頃だったかな。16時20分頃に、まだね、あるので、その時間をね、見て、行きたいと思います。で、もうお昼なのでね、ちょっとお昼、非常食積んでるので、あとみかんもね、安い5キロとか思って、870円で買ったのがあったんですけども、翌日ね、5キロ300円っていうのがね、売っててですね、まあ、ええー、みたいな、もう買っちゃいました、もう。合計10キロありますから、みかん。なので、非常食プラス、みかん、大量のみかんでね、まあ、お昼にしたいと思います。で、お昼食べてちょっとね、休んでから出ても、もうね、4時、まあ、20分頃ですからね、もう十分ね、間に合うかと思うんですが、まあ、またね、途中いいところがあったらね、見ながらね、鳴門の渦までですね、ちょっと行きたいと思います。それではですね、シホミ展望台からでした。